荒野は桜庭和希による日本の小説。恋の三部作とも呼ばれ、全三部からなる。はじめ、荒野の恋の題名で、2005年に第1部、2006年に第2部がファミ通文庫からライトノベルとして刊行された。イラストは右井が担当している。その後、桜庭はゴシック-以外のライトノベル作品は出さないと発言しており、ファミ通文庫での刊行は未刊となった。2008年5月、荒野と改題し、文藝春秋から一般文芸として単行本が刊行された。ファミ通文庫版を加筆修正した第1部と第2部に書き下ろしの第3部を加え、一冊に収めて完結している。2011年に文春文庫版が3分冊で、2017年に文春文庫の合本、新装版が刊行された。三夜内荒野は12歳の中学1年生。鎌倉の大きな屋敷に家政婦の七子さんとプレイボーイの小説家の父親、正京と暮らしている。荒野は制服が電車のドアに挟まれたのを助けてくれた神無月、優なりに一目惚れするが、彼はなぜか荒野を避けていた。とある雨の降る日に、優なりは母親の陽子さんと一緒に荒野の家を訪ねてくる。そこで初めて荒野は父親が陽子さんと結婚するということを知らされたのだった。少女漫画雑誌仲良しにて2011年9月号から2012年9月号まで連載された。原作としてクレジットされているのは文春版であるが、タイトルはファミ通文庫版に倣って荒野の恋とされている。作画は高橋真子による。全12話。荒野の恋に関するカテゴリー。ありがとうございます。